じゃこんにちは、豊さん、はい、開幕2日後に控えて、うん、コロナの感染のニュースが入ってきました。そうだね、はい、ヤクルトで3名コロナの陽性判定者が出たということで、うん、選手とかコーチっていうことではなくてスタッフということなんですけれども、うん、どうですかこのタイミングで。まあでも濃厚接触者がいるということでね、はい、監督、選手はじめ、まあ、全員の PCR 検査を受けるという、でまたクラブハウスだとかそういうところも全部消毒するということなんだけど、だけどこの開幕2日後に向けて、はい、でその濃厚接触者であろう選手たちは、まあ、自宅待機なんでしょ、はい、でそうなってくるとやっぱり練習ができないとか体が動かせない、またこれ1軍ベンチ入りのメンバーもまた再構築しなきゃいけないということで、まあ、大変な作業になってくるんだよね、はい、で、まあ、緊急事態宣言が明けてさ、まあ、人の流れっていうのができてきて、まあ、緩むっていうわけではなかったんだろうけども、まあ、それもちろん最新の注意を図ってたと思うんだけど、まあ、最近では解説者のね、まあ、牧原だとか中橋さんかな、はい、もうなんかこう感染したということ で、はい、で今の特徴があんまり出てこないんだよね、症状というか症状、はい、なんか咳とか、はい、苦しさだとか味覚障害もないし、だからちょっとやっぱり油断してると、まあ、感染してるということになってくるから、はい、やっぱこれ開幕が2日後でしょ、うん、これはやっぱり大変なニュースだと思うんだよね、はい、だけどだからといって誰を責めるのかというとさ、そんな責められないしね、こればっかりは見えない敵だから。で、まあ、サッカーの方で言うとガンバ大阪がやっぱ感染者が出て、うん、試合がずっとできてない状態なんだよね、はい、1チームだけ、はい、で伴ってこう対戦相手も試合ができないということでね、はい、まあ大変なスケジュール調整をしなきゃいけないというふうに思うんだけども、はい、これがやっぱこう選手が感染しててやっぱり試合ができないっていうことになってくると、はい、これまたどう開幕はどうするのかなとか。そうですよね、それともヤクルトだけ開幕できずに置いといてってみたいになってくるとまた調整がね。そうですよね、その対戦相手もいることですし、うん、試合のスケジュールっていうこともありますよね、もう一回し直さなきゃいけないしね、だからもうこれはやっぱこう大変な事態にならなければいいなっていうふうに思うけどね、はい、でやっぱこう球団というのはもう全部がチームだから、うん、やっぱその球団関係者として感染してもどっかで選手と接触する可能性が強いんだよね。そうですよね、だからそうなってくるとやっぱこう濃厚接触者じゃないかという疑いを持たれ、はい、まあ、PCR 検査は、まあ、選手とかね、まあ、そういうこう球場に入るスタッフだとかは常に受けてるんだけども、だけどそうなってくると濃厚接触者だとまたいつで出てくるかもわからないし、うん、だそういうことで隔離もしなきゃいけないということを考えるとね、まあ大変なニュースなんだろうなっていうふうに思うよね。まあ陰性っていう判定が出ていても、うん、やはりその接触した可能性があるとかっていうふうになると、うん、いろいろな制限の中で過ごさなきゃいけない、うん、まあそうだよね、このタイミング、まあ、あと2日後に開幕するよっていうこのタイミングだと、うん、いやーこれはまあ出ないことを祈るだけだけどもね、はい、ただやっぱ首都圏というのはまだまだこう緊急事態宣言が解除されたとはいえね、まだ本当に用心深く、まあ、ワクチンを打つまでは、はい、やっぱり今まで通り自分の中で緊急事態宣言を作ってやっぱ行動していかないと、選手たちはもちろんこうやってると思うしね、自覚を持って、うん、ただ球団スタッフ、まあ、そういう人たちも含めてね、まあ、みんながなんかこうファンに夢を与えたり勇気を与えたり、ね、そういうする職業だから、だから本当にこう辛いだろうけどもストレスがたまるだろうけども、その自覚を持って、まあ、自分の中で緊急事態宣言は解除しないでほしいよね、ワクチンを打つまでね、まあ、ワクチン打ったからこれがまあ
本当にもう両手を挙げてね万歳なのかっていうとまたそういうわけでもないしね、うん、だから本当に自覚を問われるというか、はい、もう本当に気をつけてももうねなかなかこう見えない敵だけにね、まあ、難しいと思うけども、はい、まあ、そうなってほしい、そうやってほしいなっていうふうにもう細心の注意を払ってね、うん、やってほしいなと思いますよ。例えばもうこれから感染者も広がらないっていう状況の中で、うん、これ以上のこう影響っていうのはどういうふうに出てくると思いますか？どういう影響？例えば今そう言ってコロナが出ましたって、うんうん、いろいろとこう隔離をされていたりとかする中で2日後に通常通り開幕して試合もできるよっていう状況になったとして、そこでもやっぱりいろんな影響って今回のことありますか？いや、まあ濃厚接触者が誰かということだよね、うん、やっぱ主力クラスでやっぱここ1日2日開幕まで体を動かせないって言ってくると、うん、はい、やっぱこれはやっぱチームにとって多少の影響はあるよね、まあ、多少っていうか、まあ、最初数試合は調子が出ないだとか、逆にそのベンチに入れないとかね、濃厚接触者だから入れないとか、そうなってくるとやっぱすごく戦力的にダウンだし、影響はあるよね、まあ、数試合はね、うん、だから、まあ、そういうことにならないことを本当に祈ろうとは思ってるけど、はい、まあこれがねどうなるか、どういう判定になるか、まあ今日あたりでしょ、全員 PCR 検査を受けて、皆さん PCR 検査を受けて、そこで3名のスタッフの方が陽性あとの選手、コーチ、監督などは陰性だったという結果で、ただもう一度もう一度やらなきゃいけない、ね、受けるということで、だからキャンプオープン戦ってなかなかこうそういうねニュースが入ってこなくて、まあ気をつけてるんだろうなっていうふうには思ったけど、やっぱここに来てね緊急事態宣言が解除されて、まあ、すぐ出たっていうことはなんか嫌なニュースだけどもね、うん、やっぱちょっと気が緩んだのかなっていうふうに、まあ、想像される方もいるかもわからないけども、もう本当に球団っていうのはキャンプからオープン戦でここに到達するまでさ、もう PCR 検査は何回も受けただろうし、はい、最新の注意を払ってきたと思うんだよね、はい、まあ、それだけにちょっと残念なんだけど、こればっかりは責められないからね、はい、うん、だけど開幕に向けて本当無事開幕をしてくれることをね、もう願うばかりだよね、はい、本当に、はい、じゃあもう今後の結果もどうなるか、まあ、まあ、結果待ちだけどね、はい、うん、だけどもう本当にサッカー界でガンバ大阪が、まあ、1人1チームだけ取り残されて、まあ、他のチームは試合を紹介しているような、まあ、そういう事態にならないことをやっぱりこう祈ってるし、もう足並みを揃えてね、で戦力も開幕時にベストオーダーが組めるようなことをやっぱこう祈るよね、うん、はい、うん、とりあえずあと2日後に迫ってますけど、うもう無事開幕することを祈るばかりですよね。そうだよね、はい、相手は阪神、はい、ね、楽しみなカードだけに、はい、まあ、ベストメンバーを組めるように祈っております、ね、はい、少しびっくりするニュースでした。そうだね、はいはい、まあ、各球団もね本当に、こういうニュースが飛び込んできたと思うんで、はい、だからもう一度ね、確認をして、はい、ね、もう一度こう気持ちを引き締めて、ね、はい、いい開幕を迎えることを祈っております、はい。